仕上げのジズヤっていうやつです。地面のジニアの艶は豊かに色を色に変えて、ジズヤっていうんです。これあの刀はこの木の地金に地肌いのがあるんですよ、はい、それをこのジズヤ使って地肌を強調しようと思います。ここまではもう全部砥石でやったんですけどね、ここからは同じ砥石でも使い方が違うんですよ。全部この親指でやる仕上げはね。よく見るとここに地肌、鉄の模様があるんですよ。それを今洗う出しようです。いやいや、鍛錬した鉄のね、模様みたいなのがあるんですよ。それを今こう出してます。これはね、鉄錆を粉にしたものを油で溶いたんですよ。で、これをこうつけるんですよ。これを、一番上に、この綿でね、綿でこするんですよ。そしたら色が黒になる。まあ、だいたいこれぐらいの範囲を、まあ、3分間ぐらいやるんですよ。鉄と錆の粉とこう摩擦してるんですよ。お互いにこう削っていくような、まあ磨いていくような、まあ、研磨剤みたいなもんですから、ね、理屈で言えばね。次はこの大体ね、刃先からそうやな3ミリか4ミリぐらいのとこに焼きが入ったんですよ。でその刃文ですわね、まっすぐな刃文が入ったんですよ。これでその部分だけ今度色を白くするんですよ。これは刃取りって言うんですよ。今これはこれも砥石の粉なんですけどね、これで油気取るんですよ。油で練った錆の粉で、ね、色黒くしたんで、はい、油気を取るんですよ。でこれも砥石なんですよ。これはあの砥石を薄くして裏に和紙を漆で貼り付けたんですよ。そうしないとこんだけ薄くしたら普通だったらポキンと折れるんで、割れるん でそれで今度刃文のとこだけ色を白くするんですよ。これが刃取りって言うんですよ。こんなまっすぐな刃はね、あれ簡単なんですけどね、豆並べたような刃文は大変なんですよ。南北朝時代、うん、ちょうどあの足利尊氏とかああいう人が活躍してる頃作られた。この頃はね、ちょうどあの蒙古の襲来あった後でね、これ全然あの形が違うんですわ。鎌倉時代と鎌倉時代の終わり頃の蒙古襲来があったでしょ。で、あの頃はやっぱり中国人の刀はこう青龍刀で幅広いんですよ。それまで日本刀はこれの3分の2ぐらいの、ね、幅なんですよ。で、おそらくその戦いの時はあっちに負けたんじゃないですか。実際切り合いして向こうの方がごっついから、それで日本もその後ね、こういうふうにこう幅広になってくる、うん、だからその時代によってね、刀のこの形が変わってくるんですよ。戦い方も変わってくるしね。この時代は大体まだ片手で振る時代なんですわ。江戸時代になってあの両手でねこう振るようになったんですよ。でこの時代はまだあの馬に乗って戦争の仕方がね、片手こう手綱持たなあかんでしょ。片手しか空いてないから片手でしか切れん。手綱離したら自分落ちるもん。だからよう片手でこんなこと強いのね、振り回したんだよね、うん。江戸時代になったらもうあの馬から降りてね戦うから、両手でこう切り合いするからね、まあ、こんな刀あるんだけど、この時代にねようこんなもん作ったかな。昔の人は細くて長いんですよ、鎌倉時代は。その方があの長い方が馬から届きやすいから、短かったら届かんでしょ。だから細くて昔は長かった。この時代は長いのは一緒なんだけど幅広いなって思うとなったんだよね。どうこんな作ったわよね、触れたわよなと思って。まあ、7、8種類あるんですけど、使うんですけど、
腎臓で5種類ぐらいは腎臓で使うんですよね。あと 2,3 種類が天然なんですよ。これがもう今だんだんやめていくんですよ。だからもう天然の豆腐手に入れるのが難しくなってきてるんですよ。成形してるんですよ。これどうしても表面がデコボコになるんで、少しこう R がついたような状態に表面の形をね、今成形しようんですよ。豆腐の表面が刀に移るんで、豆腐の表面の形が悪いと刀のこの線も崩れるんですよ。腎臓でできる砥石5種類ぐらいはできるんですけどね、残りの 2,3 種類が腎臓ではできないんですよ。だからどうしてももう天然を使わざるをえんわけですよ。目の細かい砥石ごとそうなんですよ。目の粗いやつはもう腎臓でやれるんですけどね、代用できるんだけど、もう天然はね一つ一つ違います。似てるんだけど違う。一番内曇りやつ、京都から取れるね、内曇りどういうのがあるの。これがもうこれによって仕事良くもなったり悪くもなったりする。砥石次第ですよ。まあそれ腕もあるんだけど、何番腕のいい人でも砥石が悪かったらね、いいことできんから。腕のいい人ほど砥石にこだわるな。形を整えていくわけです。まあサビ型、これはまあサビがないからいいんですけどね。サビ型の場合はもう粗いやつでずっと表面を削っていってサビ取るんですからね。うん。今ここのしのぎの線をこうまっすぐなるように取ります。ずっとこう刀なりに直線にな、まカーブした直線にならないといけないんで、これを曲がりがないかこう見ながらね、まあ、線を修正していくわけなんです。南北朝時代に作られた刀なんでね、それと言うんですけどね、まあ僕らだからこれ南北朝時代に作られて、もう600年ぐらい前に作られた刀で、この長船で作られた刀なんですよ。これを、まあ、一番よく見えるように、それを目標に研ぐんですよ、うん、その刀のいいとこを 100% 出すように、まあ研ぐのはそういう仕事なんですよ。その刀の良さを 100% 引き出すように、そういうふうに見えるように研ぐのがね、それを目標にはしようんですけどね。昔はただ切れるようにだけ研ぐんですけどね、実用刀の実用自体はただ切れさえすればいいわけです。刃物ですから、武器だから。だけどだんだんあの戦いなんかが江戸時代なんかだったらなくなるんで、それを研いで綺麗に見て楽しめる時代なんですよ。それに合わせてね、刀の作り方も変わってくるんですよ。実際に使う時代と違って、この見るが鑑賞が重点を置くような作り方してくるんで、刃文もこう派手ないんだね、なんか人がええなと思うような感じの、実用からちょっと離れてきて鑑賞を重点に置いたような作り方に、刀もずっと変わってくるんですよ。うん、これはずっとよく見るとこう黒いとこに模様が入ってるんですよ。これは刀鍛冶が鍛えた、まあ、そういう模様が入ってね、白いとこに焼きが入ってるんですよ。白いとこは焼きが張って硬くて、黒いとこは柔らかいんですよ。焼き分けてるわけですね、うん、こういうのがなんだって日本刀の特徴なんですよ。実際研ぐ面はもう鉄はもう一色だからね。でこういうあの黒い色でもないし白い色でもないんですよ。それを研ぎでこういうふうに黒と白にこう分ける、でこう見た目をよくするわけです。それが研ぎなんです。